こんにちは、電車太陽です。ということで今回はですね、黒犬さんと鬼舞辻無惨がなんと襲ってくるので、それで鬼滅の刃のアドオンを使って鬼ごっこしていきたいと思います。イエイ。ということで早速やっていくんですが、じゃあどっちから決めますか。じゃあ どっち引きます。最初じゃあはい、さあ何でした。あ、じゃあ鬼です。ここからアイテムを取ってください。一番最初らへんにアイテムを、このままスタートします。じゃあ黒犬さんは1分数えてスタートです。ということで今回のマップはまあむずいです。あ、来ます。確かに黒犬さんの数え、黒犬さんが数えるよりも正確かもしれません。まあ技の回数は10回でございます。今自分1回使って9回で、ね、使います。よし、スピードとかが上がりますよ。あと、ジャンプ力とか。まあ、キャラによって効果は違いますが、今回の鬼は、鬼滅の刃の鬼の中でも一番強いキャラということで、鬼舞辻無惨です。いや、でも相当強いので、黒犬さんなら、全員、炭治郎を知らずに全員を知っているという。まあ、全員は有名ですからね。自分ってよく、もうほぼいつももう当たり前でも必ず絶対に会った時、初めて会った時女と勘違いされるので。いや男ですね、これは。いや、これはもう演技って絶対わかります。はい、絶対わかります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 。別に壊れた。自分今横飛びしてるんですよ、横飛び。スネ夫ですか。スネ夫、スネ夫。あ、やっぱ似てませんね。よいしょ、よし、7回目使います。よし、あそこのはしごゾーンは横飛びするとき能力を使っちゃえば一瞬でいけますよ。よし、自分は今 500m 地点を過ぎて、どうしましょう、中ルート行きますかね。やっぱこの下ルートの方行きましょう。いやでもラスボスですよそれ。え、技使ったんですか。技使えばもうラスボス系に強いので、自分の武器なら弱い。自分もアスレが弱いので武器に頼っています。あそんな風に思ってたんですか、自分のことを。正直者ですね、黒犬さんは。はい。え、どうなりました。います。じゃん。
まあでも自分は技を使っているものなので、趣味で技を使っているものです。あ、犬でした。やっぱり。あんま似てません。ザン様、一度使います。よし、あと6回くらいだと思います。いや、でも最後の終わりの時に会える説があります。自分エリトラで飛ぶので。思いつきました。エリトラで黒犬さんがいるところにちょうど降りて、それで黒犬さんに捕まりそうになったところで自分が逃げちゃいましょうか。で、それでもうどっちが早く、間違えて技5回目使っちゃいました。まあ自分も最後だからいいんですけどね。はいはい、6回目使いました。じゃあ黒犬さんの方に最後いきますよ。はい、かかってきます。でも自分はいつでも釣り竿を使えば逃げれるんですよ。さあ、よし、いきまーす。自分の技回数はあと6回です、多分。いやー、え、危な。黒犬さんも殴ったら捕まえられるんですよ。自分負けました。今殴りましたよね、自分のこと。負けました。いや、最後のあのプレイがなければ絶対勝っていました勝っていました勝っていました。自分は普通に純粋に戦略が下手でした。そっちかもしれませんね。まあ、じゃあ今日はこれくらいで終わりにしますか。見てください、自分こんな飛べますよ。今日はこれくらいで終わりにします。肩にマイッキーさんがいます。それじゃあボーイボー。